すごい中引っ込んだ。1回でマイナス7センチ。すごい。はい、皆さんこんにちは、タートルです。下腹ぽっこりが気になりますよね。痩せようと思うと食事が減ってどうしても便秘になり気味。下腹の張りが気になりますよね。そういった方におすすめな、下腹ぽっこりの原因となる骨盤の角度、内臓下垂、お腹をへこませる腹横筋、この3つをターゲットとしたメニューを紹介していきます。引っ込めたり揉んだり使ったりという感じの流れになります。難しくないんで一緒に頑張りましょう。今日も一歩前進しましょう。それでは上を向いて寝ましょう。上を向いた寝た場合、お腹って立ってる時よりも引っ込んでませんか？ちょっと胸を張ってみてください。そうするとお腹が立ってる時よりだいぶ引っ込むと思います。ですがまた立ってしまうとお腹がやはり出てしまう。まずはこのままお尻を上げて、おへその下から上にちょっとさすっていきましょう。3、2、1、スタート。お尻を上げて、スマホ見ながらでいいので、おへその下から上にちょっと押す感じでね、揉みながらマッサージしましょう。便秘も良くなります。ちょっと押さえると痛いよっていう人はね、ちょっと便が溜まってたりしますので、しっかりね流しましょう。 3、2、1、 OK。 今度は腰を床にクッとつける、ちょっとお尻を浮かせる感じ、これでねさすりましょう。しっかりお腹をグーッと引っ込めながら、お腹しっかり引っ込めるとね、手のひら 3,4 個分ぐらい引っ込むと思うんで、しっかりねマッサージしていきましょう。今度はつまみます。つまみながら上に引っ張る感じです。スマホがね顔の落ちないように注意してください。ちょっと顔の上よりもね下に持っていく方が安全です。お腹つまんでしっかり引っ張りましょう。つまみにくい人はねガブッと掴んでください。引っ張らなくてもいいんで。OK。 今度はこのままね足を上に上げて引き寄せる感じ。骨盤をね立てながら下腹を使う感じです。お腹を引っ込めましょう。OK。 次ちょっと動きを大きくします。ゆっくり足を下げたら曲げる、上げる、こういう動きです。足を下ろしたら膝を曲げる、上に上げます。行きましょう。OK。 今度は上体を起こしてこう足を伸ばしたら曲げる。足曲げるときは上体を少しね起こすぐらいのポーチで。辛い人は真似しながらね、休みながらでいいです。最後のメニューまでやってください。OK。 今度はね、起き上がったら止まる、また戻る、3、2、1、
足を振りながら起き上がったら少し止まってください。オッケー。今度は足閉じて体を少し起こしてキープ。このままキープです。もし首疲れる人はね、頭少し持ってていいです。腰が浮かないようにお腹を引っ込めます。頑張って。オッケー。今度はね、足の裏合わせて膝開きます。このまま起きる。スマホ遠くに持っていく感じで、しっかり曲げて、足の力できるだけ抜いて、OK。 はい、ラストです。使った腹筋を伸ばしましょう。ちょっと体をね、揺らしながらお腹を伸ばしましょう。いやー、伸びる。OK です。お疲れ様でした。今回のね、押さえて揉んでつまんで腹筋を使う、この流れが下腹ポッコリ解消にはおすすめです。やってみたよって方はグッドボタンやコメントで感想を教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。